はいどうもこんにちは、のこぎりんです。島とねりこがまだ植えることができてません。外が大雨でまだ植えることができてません。涙ハウスの一角にこのように置かれてます。観葉植物用のこの肥料を、この中に入れてみました。多分これ水をやることで溶けてこう栄養になるんだと思うんですけども、まだなんかそのまま粒の状態であります。我が家のナミダハウスの中なんですけど、ものすごい雨が降ってます。雨の音聞こえますかね。ちょっとねこれ日に当てた方がいいと思うんで、一回外に出してみたいと思います。こうしてみると本当普通におしゃれな木ですよね。これこの状態だと本当観葉植物で最適だと思います。うわー、雨が降ってますねさあちょっと雨が降った中どこに置こうかな。よいしょよいしょ、ここにねちょっとここに置きます。風が吹いても倒れても大丈夫なようにここに置きます。よいしょ。さあこんな感じで雨の中を置いておきました。とりあえずねやっぱり雨といいえ日光に当てた方がいいと思うんでここに置くことにします。今年はね明日までがお盆休みなんで、できれば今日明日で植えたいんですけどね、なんか大雨のような天気予報なんでまだどうなるか分かりません。まあとりあえず今日はこう1日ここにね置いておこうと思います。はい、ということで今日の動画はちょっとね面白くもなんともない動画でしたが、以上となります。面白かったらチャンネル登録グッド評価の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。おー。